本当にもうすれ違った時に一回でももうスルーするか挨拶するかで人生変わる気がする。 Spain has a population of 9,000 but for one day in August。 初めて来た時やっぱり写真、お写真とかも見てて綺麗な景色だなと思いましたけど、やっぱ圧巻されました。日本で住んでたとこがそんなになんか大きいところじゃなかったから、自然が綺麗、もう壮大で、なんか家一個一個も大きくて、あとなんか人間性がすごい明るい、フランクでなんか話しやすい、道にいる人も目はできてはいっていうのが、初めはもうびっくりしたけど嬉しかったです。結構初めみんなに聞くとちっちゃい町だよとかいう言葉が多いけど、私的にはな、小さいからこそのなんて言うんだろう、温かみなんかがある。大きい町だとやっぱ都会的なとこもあるけど、みんなが優しい友達みたいな。思ってたより、なんて言うんだろう、ご飯とかが、なんて海外だから、すっごいジャンキーずっとしてるかなと思ったら、我が家だけかもだけど、ヘルシーだったり、あと父親がすっごいお料理が上手だから、綺麗な彩りの食卓とか、あとお洋服が、なんて言うんだろう、もっとなんかシンプルなやつだと思ってたら、めっちゃ可愛くて、全部のお洋服がもうなんか、ドストライクです。まあやっぱ第一に上がるのは英語力。まあ普通に日本人の子とかもいるから会話は成り立つは成り立つけど、やっぱキウイの子と話すときにみんな話すのが早いから、理解してる間にも次の話題に行っちゃって笑うことしかできないみたいなのが最初でした。自分で勉強したこととしては、日本から持ってきていたなんか英語の表現の本とかをもう付箋つけて読みまくって、あと YouTube でなんかネイティブのやつを聞いたり、あと一個一本大きいなんかドラマっていうのかな、をもう家族と一緒に毎日字幕をつけてもらったり意味を聞いたりとかして、あとはもう友達とか先生とか家族と喋れる環境を作るっていうことです。例えば初めてのクラスだったら、どっかもう一つの机に座るって決めて、でそこの机の子たちと仲良くなって、でも同じクラスでいる子はなるべく名前とか顔を覚えて、廊下で行ったらちょっとはいとか言ってみたり。挨拶って大事だよね。そう、本当にもうすれ違った時に一回でももうスルーするか挨拶するかで人生変わる気がする。自分も言われたら嬉しいし、だから自分も言ってみたりとか。どんな感じで挨拶すればいい？通りかかってまず遠目でこう会ったり、ちょっとニコってして近くに来た時に Hello Mary みたいな感じで、で一回したらもう次から絶対するから、それでも廊下友達が増えていくみたいな。あ、まずそれがステップ1。ステップ1で、そこから共通点、私は自分でなんか自分からいろんなアクティビティに参加してて、オーケストラとか、あとなんだろう、バドミントンに毎週行ったりとか、あと教会ちょっと行ったりとかしてるから、そういうところでもうまた会って、でどんどん関係を深めていく。